ハワイクイズコーナー、イエーイ。ハワイ出身有名人丸か×かクイズ。ハワイ出身だと思ったら丸、違うと思ったら×を出してください。はい、それではいきます。バラク・オバマ、ニコール・キッドマン、アグネス・ラム、コニシキ、アケボノ、ブラザートム、カート鈴木、ダニエル井上、ジェイク島袋、シゲキタケムラ。はい、答えはシゲキタケムラ以外は全員ハワイ出身と言われております、ね、イメージ多いですね。はい、ちなみにシゲキタケムラ、シゲキタケムラ、竹村茂樹は私ターボーのことでした。はい、正真正銘京都出身でございますね。こう見るとハワイ出身のイメージ多いですよね。はい、うん、僕らはハワイ出身ではないですが、ハワイで有名になれるように頑張ってまいりました。ハワイには世界中から観光客がね非常に多く来られているので、名前を売るチャンスでしたね。はい、ということで後半はパレードの様子を見ていただきましょう。沿道の観光客の皆さんの大盛り上がりにもご注目。アラモアナセンターでのパフォーマンスを終えた我々ビートライブチームはすぐに次の出番へと向かいました。パンパシフィック祭りパレードに参加するためです。祭りインハワイのフィナーレを飾るパンパシフィック祭りパレード、カラカウア通りおよそ 2km の道のりを環太平洋のさまざまな国から集まったパフォーマーたちが文化や芸を披露しながら練り歩くというものです。お待たせしました、ビートライブダンス&ダブルダッチチーム出発です。
tales coming true. Deep down inside we wanna believe they still do. In our secret is heart. It's our favorite part of the story. Let's just admit we all wanna make it too. いやー、祭りやハワイのパレード最高でした。めちゃめちゃ楽しんだんで、今回めちゃくちゃハッピーです本当に。はい、充実しました。ありがとうございました。お疲れ様です。初めてこうビートライブに今日のハワイのツアー参加させてもらって、もうめちゃくちゃ楽しかったです。いい経験させてもらったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。常にあのオールドタイプの仲間とか、あのビートライブのファミリーの方とかと一緒に入れたんで、すごくハワイを満喫できて充実できました。ありがとうございます。もう世界中から来てる人たちがいっぱいいて、でもその人たちがやって、グラバチここでやって、あそこでやって、ここでやって、飛ばしてって言ってくるのがすごい嬉しいんで、来た甲斐があったと思います。どうもありがとうございました。もう自分らのスキルと、あとはもう人間面とかも、ものすごく去年よりも成長できたと思うんで、本当に来てよかったと思います。ありがとうございました。ツアー全体としては、いや、山登ったりなんか足パンパンですけど楽しかったです。パレードは楽しかったですけど頭痛くて疲れました。今よりも上手くなってもっとアピれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。無事にも終わりました。あの、まあ、ああやって今ちょっとみんな歩いてるんですけども、まあ、あん中で混ざりながらもお客さんも湧いてよかったと思います。これからも僕も長いこと踊れるように頑張りたいと思いますので、またよろしくお願いします。今回オルトがね、世界に向けて認知してもらった感がすごくあったので、オルトにとっても良かったと思いますし、あとね、ダンサーメンバーにとってはこうフリーで踊る、このね、やっぱり世界の方々が見てるところで、しかも乗ってくれますんで、いい勉強になりますよね。はい、非常に充実しました。はい、ハワイ最高。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。